か。こちらのヘビキたち、顎の下の黒いラインがとても特徴的なことから別名顎ひげペンギンとも呼ばれているんですね。こちらのヒゲペンギンたちはプールで泳ぐのがとても大好きなペンギンたちなんです。そのためプールにいることが結構多いんですけれども、今はお食事をもらいに近くまでやってきてくれていますので、皆さんぜひ今のうちに記念撮影などをお楽しみくださいね。